五輪に連覇の陰に、羽生結弦が語る、3.11と被災地への重いパイプ感動の軌跡。羽生結弦というスケーターの存在は、単に技術的な卓越さにとどまらない。彼の演技には、一見すると計り知れないほどの深い感情と物語が織り込まれている。五輪での連覇という偉業はもちろん、その背後にある彼の人間性や、生き様が演技に反映されているからこそ、観客の心を捉えて話さない。 特に彼の3.11への強い思いと、それに基づくチャリティー活動は、羽生選手がただのスポーツ選手ではなく、社会と深く関わり続ける人間であることを象徴している。東日本大震災は、羽生選手の人生において大きな転機となった出来事である。2011年のあの未曾有の大災害は、彼の故郷である仙台を直撃し、多くの命や生活が一瞬にして奪われた。その時、 羽生選手はまだ高校生であり、スケートという自らの道を歩む最中であった。震災の後、羽生選手は一度故郷を離れ、神奈川で練習を再開することを余儀なくされた。しかし、この決断は彼にとって非常に重いものであった。自分は被災地から逃げたと感じ、その罪悪感を抱えながらも、彼は前に進む道を選んだ。彼がスケートを続ける意味が、自分自身だけではなく、 もっと大きなものへと変わりつつあったことに気づき始めた瞬間である。羽生選手は、震災後も毎年3月11日になると、その瞬間に黙祷を捧げ続けている。彼はその時間がどこにいようとも、日本の方向に向かって静かに祈る。この行動には、彼が震災を忘れないという強い決意が感じられる。特に、今年の3.11の午後2時46分には、 仙台市内のホテルの窓から海に向かって祈りを捧げた。このような小さな行動が、羽生選手の真の姿を映し出しているのだ。彼は、震災で傷ついた故郷への思いを決して手放すことなく、それを自身の活動の原動力にしている。彼のプロスケーターとしての活動も、この震災と深く結びついている。競技者としての羽生選手は、常に自分の限界を超え、より高い技術を追求してきた。 しかし、プロスケーターとしての羽生選手は、もっと見る者たちの心に寄り添う存在となった。特に、震災後に行われたチャリティー演技会や、被災地に対する支援活動は、彼が持つ深い思いやりと責任感を象徴している。彼は、自分自身のスケートが被災者にとって少しでも希望や喜びをもたらすことができるのだと確信し、その信念を持って滑り続けている。 彼の演技が観客に深い感動を与える理由は、単にその技術力だけではない。羽生選手は、演技を通じて生命の尊さや、日常の中にあるささやかな幸せを表現している。彼は、人々が見過ごしてしまうような小さなことにも心を傾け、それをスケートのプログラムに反映させる。このような細部へのこだわりが、彼の演技に独特の温かさと深みを与えている。そして、 その源流の一つには、やはり、3.11があるのだろう。羽生選手は、競技者としてのキャリアを通じて得た名声や影響力を、自らのためだけに使うことなく、社会や被災者のために還元し続けている。彼は、2011年の時点では、まだ若く、復興のために何かを大きく成し遂げることはできなかった。しかし、今や彼は五輪二連覇という偉業を成し遂げ、 世界中にファンを持つ存在となった。その影響力をもって、彼は震災に向き合い、支援の輪を広げることができるようになった。彼の活動の中でも特に注目すべきは、アイスショーやチャリティー演技会を通じて、被災地に寄り添い続けている点である。例えば、能登半島地震の被災者のために行ったチャリティー演技会では、羽生選手は自らの演技を通じて被災者にエールを送り続けた。彼の演技には、 ただ技術を披露するだけではなく、被災者や観客に対する深い思いやりが込められている。それが、羽生選手の演技が他のスケーターとは一線を画す理由であり、彼がプロスケーターとして唯一無二の存在である理由でもある。さらに、羽生選手は、羽生譲るブランドを通じて、被災地支援を拡大している。彼のファン層は日本国内外に広がっており、その影響力は絶大である。そのため、 彼が発信するメッセージや活動には、多くの人々が共感し、支援の輪が広がっていく。彼のファンたちは、羽生選手と同じように被災地に対する思いを抱き、共に支援活動を行うようになっている。羽生選手は、自らの影響力を生かして、多くの人々を巻き込みながら、被災地の復興に貢献しているのである。羽生選手のスケートは、彼の心情や人生経験を反映したものであり、 それが観客に深いい感動を与えるる。要因となっている彼の演技には、苦しみや悲しみだけでなく、希望や喜びも込められており、それが見る者の,の心に響く。彼は、技術的なスキルを超えたところで、スケートを通じて人々にメッセージを伝えているのである。このように、羽生選手は単なるフィギュアスケーターではなく、社会と深く関わり続ける存在であり、その活動は多くの人々に影響を与えている。 彼の3.11への思いや被災地への支援活動は彼のスケートと同様に彼がどのような人間であるかを如実に示している。彼の演技や活動を通じて羽生選手は常に人々の心に寄り添い感情を共鳴させる力を持っているのだ。羽生譲がプロスケーターとして歩みを続ける中で彼の影響力はますます強くなりその存在感はフィギュアスケート界に限らず 広く社会全体に波及している。彼の演技には、常に物語性があり、それが人々を引きつける大きな要因となっている。羽生選手のプログラムは、ただの技術の集合ではなく、一つ一つのジャンプやスピン、ステップに彼自身の人生の一部が刻み込まれている。その一瞬一瞬に、彼がこれまでの道のりで感じてきた喜びや苦悩、そして震災後に抱え続けている故郷への思いが凝縮されているのだ。 羽生選手が特に大切にしているのは、感謝の気持ちである。彼はしばしば、自分がここまで来られたのは、周囲の支えやファンの応援があったからだと語っている。彼にとって、スケートを通じて感謝の気持ちを伝えることは、自らの使命の一つでもある。震災後、故郷や被災者のためにできることを模索してきた彼は、今やその感謝を形にして還元するために、多岐にわたる活動を行っている。 彼の言動や行動には、その感謝の気持ちが常に反映されており、それが彼の演技にも自然と現れているのだ。羽生選手が感謝の気持ちを持ち続けている背景には、彼が競技者として直面してきた数々の試練がある。度重なる怪我や挫折を経験してきた彼は、その度に、スケートを滑れることがどれだけ幸せかを実感したという。競技者としてのキャリアの中で、羽生選手は幾度となく限界に挑み、 肉体的にも精神的にも大きな負荷をかけてきた。それでもなお、彼は表情で滑ることを選び続けた。その選択は、単に競技での勝利を追い求めるためだけではなく、スケートを通じて自らの思いを表現するためでもあった。彼にとって、スケートは自己表現の手段であり、同時に感謝や祈りを捧げる場でもある。特に、彼が演じるプログラムの中には、ホープアンドレガシーや、天と地となど、 深いメッセージ性を持つものが多い。これらのプログラムは、単なる技術的な挑戦を超え、彼自身の内面的な葛藤や感情を具現化したものだ。羽生選手がこのようなプログラムを滑る際、観客は彼の内面に触れるような感覚を覚える。それは、彼が自身の人生経験や感情を余すことなく演技に込めているからこそ生まれる感動である。特に、天と地とでは、 彼のスケート人生そのものが反映されており、その一瞬一瞬が彼の生きようを象徴している。また、羽生選手は自身の活動を通じて、次世代のスケーターたちへの道しるべともなっている。彼は、競技者としてだけでなく、プロスケーターとしてのキャリアを通じて、若い世代に対してスケートの素晴らしさや、社会に対する責任感を伝え続けている。彼の存在が、多くの若手スケーターにとって目標であり、 彼らのの成長を促す大きななな力となっていいるのは言うまでもない羽生選手は単に技術的な面での模範となるだけでなくその精神的な強さや社会貢献への姿勢を通じて多くのスケーターに影響を与えているのであるそして彼の影響は国際的にも広がり続けている羽生選手は日本国内だけでなく海外でも非常に人気が高くその存在感はますます増している 彼の演技が世界中の観客に感動を与える理由は、言語や文化の壁を越えて、普遍的な感情や価値観が彼の演技に込められているからだ。羽生選手のプログラムには、どの国の観客も共感できるようなテーマが多く、彼の表現力は国際的に評価されている。特に、彼の演技が持つ情感や細やかな表現力は、技術的な難易度を超えて、人々の心に響く力を持っている。